いつも YouTube チャンネル見ていただいてありがとうございます。今週はですね、最近ちょっとデイサービスの方と一緒にやっていますペットボトルでトントン、お肩トントン体操っていうのを、やりたいと思います。肩トントンって言ってもですね、肩をトントン叩くわけではありません。肩の動きを出すっていう体操になります。ペットボトルですね、持ち方なんですけれども、まあ、このペットボトルは中身が入っててもいいんですけど、中身が入ってると重くなりますので筋トレになるかなと思います。持ち方ですけれども、この先っぽのところを、ね、しっかり手で握って、親指はペットボトルの蓋の上で、両方ね、で肘を伸ばして肩のね、ところこう体重がかかるようにグッとこう指で押して、でグッと握ってっていう形ができるようにしたいんです。で両手でこう握ってしまうと肘がこう曲がりやすくなってしまうので、しっかりと親指をこうついて全体がグッと伸びるような姿勢をしたいと思うんですね。でこれが、この姿勢がですね、こう背中が丸まっているところをグッと押さえて背中を持ち上げてくる、手のグッと手でグッとトンとこう机をトンって押したところでグッと体を引き上げてくる、こう上からトンって押しながらグッと引き上げてくる、こういうイメージで、ペットボトルをトンってしてトンってしてって体を起こしていくという運動をしていきます。まあ、杖をついたりとか、まあ、お達者感を押したりとかってしてると思うんですけど、大抵こう背中が丸まってしまいます。押して押して、ね、生活しているから。だって、ぐっとこう、下に押さえて体をぐっと持ち上げて、背中の筋肉を使って体を引き上げていくっていうのをやりたい体操になります。よいしょ。はい。じゃあこの体操は3拍子です。上げて下ろして伸ばす、上げて下ろして伸ばすです。1 2 3 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 1 2 3。そう、手をグッとついた時に肘を伸ばして、で腕全体で体をこう引き起こしてくるっていうところ、どうでしょう、感じ分かりました？もう一回いきますよ。上げて下ろして伸ばす、上げて下ろして伸ばす。1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3。三拍子の曲とかね、ニキビの花の作曲家とかと一緒に一曲やったりすると、ちょうどいい運動になるかなと思います。1 2 3 1 2 3 1 2 3。みかんの花が、こんな感じですね。はい、1 2 3 1 2 3 1 2 3。ペットボトルね、私のには100円ショップで買ったいろんなものを入れて、ちょっと音がするようにしてあるので、ゼニライゴみたいにね、リズムよくなるようになってますけれども、これに、まあ、水を入れたりとか、水の量によって重さが変わってくるので、持ち上げてきた時の腕の筋トレにもなるかなというふうに思います。腕の力って使ってるようで、なかなか使ってません。そして背中の力も使ってないので、しっかりと上げて下ろしてっていう運動をしてみましょう。お疲れ様でした。